お兄ちゃん、一緒に帰ろ。昨夜、深夜番組を見ていたのだそうだ。自分で作ってるけど、毎朝ってそんな余裕よくあるね。まあちょっとは早起きしないといけないけど、前の晩から下ごしらえしてるから実際そんな時間かからないの。うっさいわね。さっきはさっき、あたしはあたしだ。ちょっと聞いてる？
ッキーは作ってきたの食べてくれるよね。いや、私は自分で作る分あるし。じゃあ明日はさっきお弁当休みね。よし、作るぞ。言ってるの？枝君も食べるに決まってるでしょ。元はといえば枝君が折ったんだから。その時はチキンの称号を贈呈するわ。絶対ダメ。一人で二人分食べることになったら、その時は私は…ってこら、そこ二人で何喋ってんだ。そんなに私の料理食べたくない？悪いけど、作ってきてあげるからね。本当？やった！妙なナレーション入れんなっつの。塩で味を整える。何よって、うるさい、急に声かけるから。まあ、あんたに声かけられても答える義理はなかったけどね。何言うのが勝手。
聞くな。なしてそうなる？何よ。覚えた。信じてない？私は記憶力がいいのよ。それよりあんたは何しに来たのよ。じゃあね、イマジン。待たない。ふざけるな。でもアホなこと聞くわね。料理の本を読んでんのは料理をするために決まってんでしょうが。びっくりってやつよ。もっともあんたが食べることなんてないだろうけど。そう言われるとムカつくわね。私の料理にひれ伏させてやる。つまんないこと覚えてるわね。アリカは部活。コーラス部。今で悪かったわね。
ところないから。運動は疲れるし。難しい顔してんの？バカ？あたしなんであんたなんかと帰ってんのよ。なんだろなんだろなんだろ深く。私が十分離れてから帰るのよ。いいから。そんじゃ。私がそう決めたの。今さら気づいた？はっ、少子には情けないわね。私がバカみたいじゃない。
ち切れですか。へへ、だってちっとも起きないんだもん。みゅ、その目はマジで怒ってますね。じゃあね、早く起きないと遅刻するよ。お前が遅いのだ。